で、じゃあ次に行きましょうと。で、全体データと局所データということで、次に進んでいきたいと思いますと。で、これはその午前中の、中島先生の話でもあったように、並列計算をするということは結局はその、プログラムも大事なんですけども、データ構造なんですね。どんなふうにこう分離して、それで、並列計算をさせるかっていうところが大事なので、まあ、もちろんアルゴリズムも大事なわけですけども、まあ、そういう2つ、データ構造とアルゴリズムっていうのが非常に重要になります。で、ここにも書いてあるようにですね、例えば今回、PCG、プリコンディションの CG を使いますけども、スケールド CG を使いますが、そのアルゴリズムを実現する場合でもデータ構造を同意に持ってたらいいと、まあ、そういうことを考えながら並列計算というのはプログラムを組んでいきます。で、まあ、ここに書いてある通りですね、まあ、データ構造とアルゴリズムはまあほとんど同じで、同時に考えないとですね、並列計算というのはできないと思って、いいと思います。まあ、これは中島先生の経験ですけども、まあ、そういう関係があるということは、これは私も同意です。並列計算機を考える上では、データをちゃんとどんなふうに分離するかっていうのを考えていかないといけない。まあ、そういうことで、まあ、データをいじる必要があるので、そのいじり方をちょっとやっていきましょうということですね。で、まあ、ここにももう一回出てきます。大事なので SPMD という言葉を覚えてください。今回の講習で、スクールで覚えてください。シングルプログラムマルチプルデータでですと。で、これも何回も言っている通り、全部のプロセスで同じプログラムを動かすんだけども、自分だけがやりたいときにはそのプロセス番号っていうので処理の分岐をさせてそれだけやると、まあ、それ次からそういう例も出てきますので、そこで覚えてください。でデータ構造の話をしますということで、簡単な話からします。これは逐次のプログラムですね。まあ、基本的に SPMD っていうのはそのデータを分割して、それをいくつかのプロセッサーでプロセスで計算させると、それが SPMD の考え方ですと。でエグザンプルとして、こういうベクトルにですね、2倍するという、まあ、こういう演算を考えましょうと、まあ、なんかベクトルがあってですね、それを2倍したものですね。でこれをですね、いくつか、今の場合は4つ考えますけども、4つのプロセッサーで分担して計算しましょうということで、今これ NG はベクトルの長さですけども 20としてますので、これを4つでやろうとすると1人がですね、5つずつやるとですね、4分の1の計算時間で計算できることが期待されるわけですね。例えばだから、まあ、ここちょうど20個ですので、1人で20個の掛け算やるよりも4人で20個の掛け算やると1人5個分になるので、計算時間が4分の1になるわけですね。それが期待されるわけです。で、どんなふうに一つ一つ書くとですね、まあ、NL ローカルな長さが5になって、その5個分だけやればいいと。これが基本的にはそれぞれの4つに分けたプログラムがやることなわけです。だけど実はその本当にやりたいことはこの20個のベクトルに対して2倍をしたいということですので、このローカルなベクトル5つしかないんですけども、その値は全部違っているはず、プロセスごとに違っているはずです。ここに書いてある通りに VL 要するに20個あるうちの中にこう全部違った数字が書いてあってですね、それを5つに分けるわけだから、それぞれそのローカルな VL の中身は違うわけですね。それがまあマルチプルデータっていうまあ意味なわけですけども、まあ、その計算時間を4分の1にしたいわけですから、やっぱそのローカルには VL っていうものだけで計算したいわけです。で他と関係ありませんから、4分の1、計算時間が4分の1になることが期待されるわけですね。で、まあ、プログラムはこれ同じプログラムでいいわけです。ただしその VL の中身が違うっていうところだけを頭に入れてください。
で、まあ、ここに書いてあるように全体データと局所データっていうのはそういう意味で書いてあって、ベクトルのグローバルの意味で VG と書いてあります。で、これは領域全体ですね。これは1番から20万まで入っているようなベクトルだと思ってください。でそれをですね、仕事としては全その、20個のベクトルに対して2倍という作業をしたいんですけど、4つのプロセスでやろうとするとそれを5つに分けた数字の値に対して2倍すればいいと。だから、その局所データだけ有効にすることによって並列計算が速くなるわけですね。それの考え方がこの図で示したものです。実際にはやりたいのは1から20番までのこの長いベクトルに対して2倍したいわけですけども、これを4つのプロセッサーでプロセスでやろうとするとローカルには配列の素位置としては1番から5番までとこう動かせばいいわけですね。でだけども中身は実はそのグローバルなベクトルの最初の5が0番。まあ、もちろんこれどこに割り当ててもいいわけですけども、まあ、順番にまあ大体割り当てるのが普通ですので、これが0番目に割り当てて、ここの部分を1番目に割り当てようと、まあ、そういう関係でローカライズしていくわけです。で、まあ、ここに、書いてあるようにですね、有限要素法を使っていく上ではです、今日の午前中の会議にも講義にもあったように、全体のメッシュと全体のノードをですね、こう領域分割していくわけですね。実は全体にはグローバルな番号が振ってあるんだけども、その小領域にも番号が振ってあるので、その対応関係、一対一の対応関係をどんなふうにプログラムで書いていくかっていうところが有限要素法のミソだと思ってます。ここに書いてあるようにこの関係ですね、こっちはこれは頭の中で考えることです。1番から20番まであるんだよと、でも実はそのそれぞれのプロセッサーでは1番から5番までという番号で、プログラムが書けるというところが SPMD のミソになります。この対応関係をですね、慣れると結構プログラムを書くときに分かってくるんですけど、最初は難しいかもしれません。でそれを慣れていくのが今日と明日なので、ちょっと頑張ってください。でそういうことで VG から VL、 グローバルの番号からローカルなベクトル、あるいはローカルなベクトルからグローバルなベクトルにどんなふうにこう、割り当てていくかという、その割り当てのマッピングっていう、マップですね、写像ですね、マップ、地図のマップでもいいですけど、そのマッピングっていうのが大事ということですね。で、VL になってしまえばもう完全に独立して計算できるはずですので、そこで他のプロセスとは関係なく計算するというプログラムを書くことが大事になってくるわけです。で、そういうことで、そのグループ全体と局所、あるいは局所間のデータの間のデータ通信というのが大事なわけですけども、ちょっと待ってくださいね。午前中何時まででしたっけ？じゃあこの時間何時までだっけ？疲れ疲れ。